デビット・ブロムバーグは、アメリカのシンガーソングライターであり、また様々な楽器の演奏を行っている。ブルーグラス、ブルース、アメリカンフォーク、ジャズ、カントリーミュージック、ロックンロールに携わり、一風変わったユーモラスな歌詞と、ギター演奏の技術の高さで知られている。ブロムバーグは、ジェリー・ジェフ・ウォーカー、ウィリー・ネルソン、ヨルマ・カウコネン、ジェリー・ガルシア、ラスティー、エヴァンズ・アンド、 ボブ・ディランといった様々な著名なアーティストと共演をしている。元ビートルズのジョージ・ハリスンと共作したザ・ホルダップはブロムバーグの1972年のセルフタイトルアルバムに収録された。2008年にはグラミー賞にノミネートされた。デビット・ブロムバーグアソシエイツ・ファイン・バイオリンズ・ブロムバーグはフィラデルフィアで生まれ、ウェストチェスター軍、タリータウンで育った。 その後、1960年代にコロンビア大学に入学し、その時期にレバレンド、ゲイリー・デイビスにギターを学んだ。フィドルの名手であるとともに、様々なスタイルでのアコースティックギター、エレキギター、ペダルスチールギター、ドブロギターの演奏を行った。1970代初頭には彼自身のアルバムをコロンビアレコーズで作成し始めた。 1972年のアルバムデーモンインディスガイズ、における銀融詩人ジェリー・ジェフ・ウォーカーの伝説について語った曲であるミスター・ボージャングルズでのカレーの7分間の演奏によってブロムバーグはプログレッシブロックラジオで流された1973年にはジョナサン・エドワーズにおいてマンドリーン、ドブロ、エレキギターを演奏した2007年2月27日 1990年以来、初めてとなる、スタジオ収録のアルバムをリリースした。このアルバムには、ボブ・ディランの、悲しみは、果てしなくや、エリザベス・コットンのシェイクス・ガレーが収録されている。2008年にはこのアルバムが、50周年記念の、グラミー賞、ベストトラディショナルフォークアルバム部門に、ノミネートされた。彼の2011年のアルバムユーズメは、リボンヘルム、 ジョン・ハイアット、ティム・オブライエン、ドクター・ジョン、ケブモ、ロス・ロボス、ワイド・スプレッド・パニック、リンダ・ロン・シュタット、ビンス・ギルといったゲストをフィーチャーした作品となっている。現在ブロムバーグは、デラウェア州のウィルミントンに妻である、ナンシー・ジョザフソンと住んでおり、バイオリン工房を営んでいる。また、自らが、出資者でもあるウィルミントンのグランド・オペラハウスや、 ザニューワールドカフェライブアットザリーファービショットクイーンシアターでの演奏もしている。LPS& シリーズ DVDS MP3S ブロムバーグは多くのアルバムにおいて他のアーティストやバンドと共演している。その一部のリストを掲載する。ありがとうございます。